FC 東京の U から20日本代表 MF 松木生19が先発し、存在感を示した。インサイドハーフから試合中にはボランチへと位置を変えつつ、強化してきたと語るフィジカルを活かし、ボールダッシュやキープで強さを発揮した。U20 には20日に合流予定、代表では U20W 杯の出場権を取れるように貢献したいと話した。